はい、どうも皆さんこんにちは、ハイトジェイです。今日はですね、いくつかいろいろな報告が、ありますので、それをしていきたいなと思います。私は今語学学校に通っているって状態で、 UNK の正規の生徒ではないんですね。語学学校の授業を少し取りながら UNK の授業を取る。で、この UNK の授業を全て取る条件として、 TOEFL を突破しないといけない、 TOEFL を合格しなきゃいけないっていうのが一つの条件なんですけど、今回スプリングの、TOEFL のテストで無事に突破することができました。めでたいですね。去年の夏から来てたんで、約1年ですかね、一応。約1年かかりました、突破するのに。まあで、これなんで、今年の秋から、ちゃんとした UNK の正規の学生として入ることができるんですけど、秋の授業を取る前に夏にも授業を少し取っていきたいなって思ってます。なんで、夏は少しだけ日本にはなんで、まあ2、3週間ぐらいしか帰れないと思うんですけど、そんな感じで行こうかなって思っております。あと、次ですね。これ、髪の色をまず変えました。前回がシルバーだったんですけど、今回はちょっとグレーっぽい色にしてみました。若干これ青っぽくなっちゃってるんですけど、まあこの後色抜けててどんな感じになるのかなって感じですね。あと今日、本当に今日なんですけど、ここですね、ピアスですね、インダストリアルっていうこの耳軟骨の部分に1本通すやつをやってきました。びっくりしました。引くほど痛かったですね、これは。で、開けてきました。今このグレーになったっていう髪を紹介するっていう、今このタイミングで紹介するっていうことは、また動画のちょっと時系列がついてきますね。これ本当に申し訳ないですけど、これを投稿したんですけど、だから次の動画はブルー&ゴールドの後編をまず出さないといけないんで、まず金髪にまた戻ります。で、夏に戻ります。その次の動画は、またそのブルー&ゴールドより1個前の動画になるので、髪が黒になります。なんでさらに前になりますね。それはもう夏休みの次の動画になってます。で、夏休みの動画もありますし、フォールのセメスター中もありますし、ウィンターブレイクの旅行の動画もあったりとかって言って、たくさん動画を上げなければいけないっていう。動画だけで言うともう30本撮ってるんですけど、編集する時間がやっぱTOEFLのせいであんまりなかったっていうこともあったんで、ちょっとこれからは残り2ヶ月スプリングのセメスターがあるんですけど、まあ UNK の授業を少し、グレードを落とさずにやっていけばいいだけ、まあいいだけって言って、そんなまあめちゃめちゃ簡単かっていうとそんなこともないんですけど、まあ UNK の授業のグレードを保ちながら ELA 会いに行く。で、TOEFLの勉強はそんなもんをしなくていいんで、いいので、夏の授業を取るための予習と、あとはこの動画に残りのスプリングのセメスターは力を注いでいこうかなって思っております。はい、で、最後に一つだけ重大な話があります。これが一番今回の動画で言いたかったことですね。この度ネクストピアという YouTube のグループに入ることになりました。はい、ネクストピアっていうグループがあるんですけど、多分皆さん全然知らないと思うんですけど、全然まだ小さいグループで、どういったグループかって言いますと、 UNK の先輩にもともとそのネクストピアっていうグループに入っていまして、で、その先輩がコンセメでもう卒業してしまうっていうのと、まあ就活でちょっと今後忙しくなってくるっていうのもありまして、こういうグループがあるんだけど入ってみないかっていうことをちょっと声をかけてもらえたので、ぜひ入りたいですって言って、このネクストピアっていうグループに入りました。これは日本人の YouTube のグループなんですけど、アメリカだけじゃないんですけど、留学生の YouTuber だったりですね、今所属してるのはちょうど6人なんですけど、アメリカに4人かな、アメリカに5人かな。で、その1人がちょっとトランスファーの関係でまた違う国に行ったりとかっていう感じもあるんですけど、とあとはマレーシアに1人ですねっていう感じで、世界中に留学している日本人の団体ですね。で、まあ私が住んでるのは中部ですけど、中部と、じゃあ西部と中部と東部、またこれはちょっと文化も違ってきたりとか、あと家の作り、まあ今私は寮に住んでるんですけど、家の作りが違ったりとか、なんかやっぱりアメリカってやっぱ広いんで、西部、中部、東部、まあで南部とか、こういったところだけでも結構文化の違いが出たりとか、いろいろ面白いことがあったりするので、そういったことや、あとは私たちも普通に日本の高校を通っていて、大学をこっちに来る、アメリカに来る、または違う国の大学に行くっていう風に進学しましたので、それまでのまあ経緯でありましたりとか、やっぱり多分皆さんも、この中で多分留学したいっていう思ってる人も何人かいると思うんですけど、そういうような人たちはやっぱり何で調べるかっていうと、インターネットで調べたりするんですけど、文章であったりとか写真であったりとかで調べるようなことになってしまうと思うんですよね。私もそうだったんですけど、ただやっぱり写真や文章だけで伝えられるものってやっぱ限度があるなって私は思ってまして、やっぱり実際に来てみたら全然違ったりとか、あーここはこうだったんだ、あ逆に写真や文章で見るとここはもうこんなにすごいみたいなこと書いてあったのに、あ逆にそんなことなかったな、逆にじゃあちょっと大したことないなみたいな書き方をしてたけれども、実際に行ってみたらすごかったみたいな、やっぱこういうような文章と写真だけじゃやっぱこういったこともあったりするので、やっぱ現地に行った日本人の皆さんと同じような志を持って、留学した人たちが実際に現地で動画を撮って
ってその人たちの生の声を聞いてそれを発信するっていうことを目的とした YouTube の団体がネクストピアという団体です。ちょっと長くなってしまったんですけど、という団体に私が今回加入することになりました。下にリンクを貼っておきますのでぜひ見ていただけると嬉しいです。でもしよかったら高評価やチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そちらの方では私はコウスケという名前で活動をしていますので皆さん応援のほどよろしくお願いします。そんな感じですかね。で今はもう3月の初めなんですけれども、3月の真ん中の方にスプリングブレイクっていうちょっと1週間8日9日ぐらいのちょっと長期の休みがありますので、その時にまあ旅行行くのかわかんないですけど、旅行行く場合はその旅行の動画も撮りたいなと思ってますし、もし旅行に行かなかったとしても動画の編集などをたくさんして私の生活などを動画で上げれたらいいなって思っております。はい、以上近況報告、重大発表、その他諸々の話でした。はい、次回の動画も楽しみに待っていてください。できるだけすぐ上げたいと思いますので皆さん待っていてください。それでは皆さん、まいちゃらほーい。